新名は工業株式会社は、兵庫県宝塚市に本社を置く、輸送機器、産業機器製造会社である。第二次世界大戦前は、川西財閥産加の航空機製造会社、川西航空機であった。前身の川西航空機は、97式飛行艇やに、式大型飛行艇などの飛行艇、極地戦闘機支電、支電改めを開発、製造した会社として知られる。 戦後、川西航空機は民事転換を図る中で社名を名和工業に変更。これが新名和という社名のルーツになる。戦時保障債務打ち切りに伴う関連法の企業、再建整備法により、名和工業は吸収分割されることになり、自動車部門の名和自動車工業と、汎用機械部門の新名和工業という、二つの会社として再設立された。 川西の航空機製造技術を引き継いだ新名はだったが、設立当初は占領下であり、航空機の製造が日本全体として禁止されていたため、民主転換のため様々な試みが行われた。その後、朝鮮戦争をきっかけに航空産業が解禁となり、航空機製造への再参入を果たす。民間輸送用プロペラ機 YS-11 の生産分担に始まり、 海上自衛隊向けの飛行艇で完成機メーカーとして完全復活した。現在は、救難飛行艇 US-2 を製造している。また、天付きランプや人海車などの特装車、ポンプや自動電線処理機などの産業機械、機械式駐車場、ボーリングブリッジなども製造する産業機器メーカーとなっている。本社、宝塚地区は、 川西航空機時代の宝塚製作所の敷地を利用している。航空機事業部の主力拠点である港南工場は川西航空機構南製作所以来の伝統を持つ。水陸両用航空機である飛行艇を製作、ボーイングやエアバスから航空機部品の開発、製造を受託、自衛隊が使用する航空機の改造、定期修理などを行っている。過去には 日本航空機製造の生産分担を行ったこともある。2012年4月には工術の救難飛行艇 US、US-2 のインド海軍への売り込みを目指し、飛行艇民転水進室を設置、川崎重工業、島津製作所と連携した専人チームを発足させると、活発な展開活動が行われている。US-2 飛行艇新名は曰くに、 航空整備株式会社会場自衛隊岩国航空基地内において U-36A、US-2 及び関連装備品の整備業務等を行うグループ会社である。2012年11月には定期検査通算500機を達成した。かつては US-1A の整備も担当していた。2012年4月2日に東方車両株式会社の株式の取得により、 それまで未参入分野であったトレーラー事業を保有した。取得時現在では新名和のラインナップには統合されていない。また、2013年1月1日に富士中工業の人海収集車事業を譲り受けした。この統合により富士マイティブランドに終止符が打たれた。アフターサービスや中古車の売買、特装車のレンタルを行う新名和オートエンジニアリング株式会社がある。 2014年4月に、富士中工業の人海収集者事業と共に、譲り受けした大和商工及び、富士特社を再編し、新名はオートセールス株式会社が設立された。その際、新名はオートエンジニアリングから中古車関連の事業が新名はオートセールスに移管され、逆に、大和商工及び、富士特社のアフターサービス事業が、新名はオートエンジニアリングに移管された。 また人会社販売についても新名は本体に移管された。2017年に子会社の新名は商事を通じ、新名は工業、四季房、山本工業、突般印刷の4社で共同開発した人会社用周期対策剤、デオマジック、香りデーマジツクを発売。新名は成人会社専用の噴霧装置及び、その装置用の濃縮液だけでなく、ハンドスプレーも販売される。 新明和グループでのデオマジック製品の発売は、後日の東方車両のバーキュームカー向けに続きに、例目である。岩藤工業株式会社東方車両株式会社、東急の特装車専用車掌を東方も使用し続けている。またメーカーサイト等では、車掌の色が白地に青に変更されているが、特装車に貼り付けられるステッカーは赤地に白のままである。 トレーラーや特殊車両の一部を除いて、新名は本体の特装車事業との重複が多いが、東方車両には人会車はない。また、同社は、同社製、バキュームカーについて、旧の東方の異名を持つと自称している。東急車両製造の特装自動車事業を継承した、東急車両特装株式会社4月1日設立を譲り受けしたもの。社名のルーツは、 東急車両製造が合併した東宝特殊自動車工業株式会社6月1日合併大阪にアフターサービスを行う東宝車両サービス株式会社がある東宝車両サービスは前日の新名はオートエンジニアリングの指定サービス工場ともなっている東急車両製造参加時代は東急車両製造の仙台、広島、福岡の各サービス営業所でも 部品販売の取り扱いがあった。東方車両となってからは、仙台サービス営業所と横浜サービス営業所が移転し、またそれらと福岡サービス営業所は、東急車両製造より移管されている。2013年1月22日に広島は、福岡に集約された。2016年にバキュームカーの真空ポンプ用、周期対策機能付き潤滑油として、 デオマジック VC1 オイルを発売。前述の人会社用に先立ち発売されているが、それとは異なりパンフレットには、東方製以外のポンプに使用時の不具合は、保証できない旨表記はあるものの、他社製では使用できないわけではない。ただし、ポンプ潤滑油であるため新名は本体が採用する、水風式等のオイルフリータイプには使用できない。多段方式駐車設備。 Z パーク新名はパークテック株式会社テスクも TPSC もかつて東急車用製造で用いていた車掌を継承していた。この写真はかつて東急車用製造で製造された鉄道車両のものだが、このプレートの同じロゴの東急の部分にテスク TPSC と表記していた。新明和パークテックへの解消で消滅。東急車両製造の立体駐車場事業を 継承した新東急パーキング株式会社11月9日、設立を譲り受けし、東京エンジニアリングシステムズ株式会社とした。東急車両製造の立体駐車装置事業部門、及び東急パーキングシステムズ株式会社の株式を継承。テスクも TPSC も IR 情報等で記載されている事業内容は同一であったが、主に開発、製造は、 テスックが販売、アフターサービスは TPSC が行っていた。2014年4月1日にテスックに TPSC を吸収合併することでテスックが開発、製造、販売、アフターサービスを一体的に運営する体制になった。東京パーキングシステムズ株式会社、東急車両製造の立体駐車場機器を製造する。 メーカーとして1967年2月10日に東急パーキングシステムズ株式会社として設立され、新東急パーキング株式会社に継承され、それの新名輪への譲渡と同時に解消した。2014年4月1日に東京エンジニアリングシステムズに吸収合併され、消滅。空港施設本部中部国際空港のパクスウェイ、高野山にある慰霊碑。 ありがとうございます。